皆さんこんにちは。鉄道動画チャンネル MC のドラグノフです。今日ご紹介いたします N ゲージはマイクロ S より発売されました品番 A8055 南海電鉄2000系5次車と6次車各2両ずつの合計4両セットでございます。購入店舗は上信スーパーキッズランド大阪日本橋本店さんで、予約特価税込みで 19,717円でございました。模型の前にモデルとなった実際の車両のご紹介をさせていただきます。南海2000系は1990年から高野線に登場した車両で、南海電鉄で初めて VVVF インバータ制御を採用いたしました。車体長の短い通称ズームカーと呼ばれる車両で、難波駅から高野山極楽橋駅まで高野線の直通運転の全区間に入線することができます。ズームカーについては以前の特急高野号についての動画で詳しく説明させていただいておりますので、合わせてご覧いただければと思います。2000系は今も高野線の急行系統のほか、南海本線の普通車系統や先日3年ぶりに運転再開した高篠浜線でも使用がされております。今回購入した製品は高野線で2024年現在も活躍を続ける編成を再現したものとなっております。はい、今回紹介する模型はこちらでございます。上信さんで買ってきたばっかりなんですけど、マイクロエースの商品はなぜか上信さんで予約購入するとこのビニール袋に入ってます。スリーブの上の方にはシールが貼ってまして、税込みの価格とあと 10% の上信ポイント還元があるということがわかるようになっております。中身を見ていきましょう。梱包材をどかして、付属品確認してみますけど、シールしか入ってないですね。この下にも車両以外特に何も入っていないようですね。シールは種別と行き先、そして2扉の表示が収録されております。突筆すべきは一番左側、特急の表示マークが入っているということです。これは今までの南海2000系の製品には収録されてなかったんじゃないかなって思います。他にも階級、急行、それから4つ目です。下の黒いところにですね、高野山連絡という文字が書いてあります。他にも区間急行、普通、確定、回送、臨時、といった種別。行き先の方は、和歌山市、関西空港、難波、三日市町、これ林間伝都市ですね。橋本、それから高野山極楽橋。そして一番最後、高野山極楽橋、ただし、後ろの方の車両は橋本までですって、そういう表示がされてます。字がすごく細かいので、ちょっと見づらいかもしれませんね。それから二扉車と。南海本線の普通車に運用されるときは、一番前、前面のガラスのところに、この二扉車の掲示がされるということで、それが再現できるようになっております。南海2000系は、高野線用の車両として1990年にデビューしました。特に大運転、難波駅から高野線の終点の高野山極楽橋駅まで全区間を直通で運転できる車両として設計された車両となっております。高野線では橋本駅から高野山極楽橋駅までの最南端の区間は山岳区間と呼ばれまして、カーブがとてもきついんです。なのでこの車両も17メートル級、他の南海の車両と比べて短い車体長で設計されておりまして、側面の扉も2つしかついておりません。大変残念なことに、この2000系がデビューして以降、高野線では全区間直通で走る列車というのはもうどんどん削減されていってまして、現在ではこちらの特急高野号、全車指定席の特急列車を除いて、難波から終点の高野山極楽橋まで直通する列車っていうのはもうほとんどなくなってしまいました。その1日わずか数本しか残ってない急行や快速急行での難波から極楽橋までの列車、この2000系で運転をされております。途中の橋本駅までは車体長がもっと長い車両でも走ることができますので、例えばこちら6300系という車両ですけど、2000系よりも車体の長さがもっと長い。模型で比べるともう一目瞭然ですよね。扉がたくさんありますね。扉が4つもついてます。お客さんがいっぱい乗れる詰め込みの効くような車両で運転されるのがほとんどとなっております。高野線の運用が減った代わりに他の路線に転属する車両が近年では非常に多くなっております。2000系は今回購入した2両編成とあと4両編成というタイプの車両もありますけれども、こちらは少し前に中古で購入した4両編成のセット、それ以外にもちょっと前に買ったんですけど、こちらは高野線ではなくて南海本線に所属する4両編成のセットになります。つまり2000系って2両編成か4両編成のどっちかしかないので、単編成で走らせるのに非常に向いております。例えば南海本線の普通車とか支線の列車とか、ワンマン対応の2両編成での運
運用も近年増えております。まあそんなわけで、私がこの商品を購入して再現したかった編成は、近年高野線で非常に少なくなってしまった急行や快速急行として4両と2両と2両で8両編成で走る姿があるんですね。まあ2222とかね、44とかね、いろんな編成の組み方あるんですけど、最大8両編成で優等運用でかっこよく走る2000系を再現したくてこの商品買ってきたわけでございます。この製品が発表されたので先にこの編成だけ買ってきたっていう感じなんですね。すでにいっぱい加工もしております。模型の詳しい紹介の前に4両編成に合わせた加工をですね、この2両にも施しておきたいと思います。加工のメニューとしては、行き先種別のシールの貼り付け、セットにも入ってましたけど、実は事前にレールクラフトアーズハンのやつ購入してたんですよ。で、他にも車椅子、ベビーカーのステッカーを貼ったりとか、受付もすべて TN カプラに交換します。特に先頭車は交換しないとこいつと連結できないですからね。これ連結機びっくりなんですけどね、ボディマウント式のアーノルドカプラーという謎な連結機がね、ここの先頭車についてます。反対側はダミーカプラーですね。これ連結できないやつ、最近トミックスでも出てきたやつだな、これ。まあもうすぐ TN に交換しちゃいます。あと屋根上の墨入れ、こんな感じですごい立体的になってね、かっこよくなるので墨入れも必要になります。あ、そうそう、あとこのポップ広告なんですけど、特急って書いてるんですよね。南海の特急ってチェーン用の高野号の車両が走るんじゃないのって思う人もいるかもですけど、これ実はですね、2年ほど前特急高野号の車両脱線事故を起こしちゃって、でしばらく車両が使えなくなっちゃったんですよね。現在では復旧したんですけど、その復旧するまでのわずかな期間に見られたこの一般車で特急の時刻停車駅で走った2000系の4両編成、その写真なんですよね、これ。しかもこの4両編成の車番はこの時の特急の運用に入った2038編成と2040編成の車両になっております。じゃあ続きの紹介の前に先に加工させてもらいます。皆さん、今、緊急で動画を回しているんですけど、TN カプラー取り付けたんですけど、連結間隔がめっちゃ狭い。連結はできるんですけど、カーブで脱線してしまうという問題が発生することが分かりました。まあ、このままじゃいかんだろうということで、一回この TN カプラーを外して、加工して再度取り付けたいと思います。今分解して TN カプラーだけの状態に再び戻しました。で、ここから何をするかというと、簡単に言いますと、連結器をより前側に出た位置に固定すると、そういう加工です。で、そのためにはまずこの爪邪魔なんで爪を切ります。爪が飛んでいかないようにね、これ指で押さえてやった方がいいと思うけど、ただ怪我だけはせんようにね。はい、爪取れました。干渉する部分が他にもありますので、いろいろ当たる部分が出てくるんです。あとスカートも取り付けないといけないので、もう細かく TN カプラを分解して、いらない部分を削っていきます。切除しないといけないのが、この両サイド、スカートが入ってくるんで切らないといけないんですけど、ここが一番むずくて、もし間違うと TN カプラが固定できなくなっちゃうんで、切りすぎないようにしてくださいね。だいぶギリギリのところついた気がしますね。下まで全部切り落としちゃってもいいかもしれない。この部分もね。ただ、接着の強度を考えると、いらないところ以外は、なるべく残しておいて、で、接着の強度を高めると、そういう風にした方がいいので、私は下の方も残しているという感じですわ。はい、できました。で、こいつを床板にあとは固定するだけです。取り付けの位置なんですけど、先端がね、ちょっとこの銀色の部分に被るかなぐらい、その位置が多分ちょうどいいです。もっともっと前に出そうと思えば出せますけど、あんまり前に出しすぎても今度ダサくなるんでね。で、あと間にこれスタートを接着するということです。
はい、先頭部分の TN カプラー接着と、あとスカートもきちんと接着がされております。セットに入っている4両のうち1両はモーター車で、床下の構造が他の車両と全然違います。床板の高さもかなり高いところにありますので、そのまま接着するのではなくて、間にプライタを挟んで、さらにその下に TN カプラーを接着するという方法で取り付けをしております。この加工をしたことによって、連結間隔が広くなって、つなぐのも切り離すのもスムーズになりましたし、カーブで脱線するといった問題も解消されました。それでは加工が一通り終わりましたので、車両を一両ずつ見ながらこの製品の特徴について簡単に説明していきたいと思います。今編成をこっちが高野山極楽橋より、こっちが難波よりとして並べております。この2両が 2038F 高野山極楽橋より 2188 難波より2038番の車両、こちらが 2040F 高野山よりが2190で、難波よりが2040と、どちらも難波寄りの車両にパンタが2機ずつ搭載されておりまして、極楽橋寄りの車両にはパンタグラフは搭載されておりません。実際の車両では2000系は山を登らないといけないので、2両編成と4両編成どちらも全車両モーター付き車両ですけど、模型ではそんなにモーターがあってもむしろ邪魔になってしまうので、この4両セットではここだけモーター付き車両ということになっております。今回購入した4両合わせて手元に12両編成の南海2000系があるんですけど、全部仕様が細かく異なっていまして、実際の車両に合わせてその仕様の違いを再現してるんですね、これ。まずこちらが二次車の4両編成。現在、南海本線の普通車として活躍しておりまして、前面に2扉車のマークが入ってます。で、次、こちらが6次車の4両編成のセット。こちら製品状態では2042編成を再現してて、その編成はもうこれと同じで、南海本線飛ばされちゃってるんですよ。私、車番を変更しました。レールクラフト、淡田さんからインレターが出ておりまして、簡単に車番を変更することができるようになっています。私は 2042F の車番を剥がして、代わりに 2044F のインレターを4両編成分貼りました。この2044編成は同じ6次車で、かつ高野線所属の4両編成となっております。だから今回購入したこれとつなげた現在も走る8両編成を再現できます。あとこれが今回購入した5次車6次車の 2+2 の4両セット。おそらく 2038F が5次車で 2040F が6次車なんでしょうね。ここが2次車で、こっちが5次車とか6次車だから、ここで結構違うわけですよ。まず5次車6次車の方はパンタグラフが1両に2機搭載されてますよね。一方でこっちは分散されてますよね。パンタグラフが1機ずつしか搭載されてないって感じ。まあおそらく仕様を合わせたんでしょうね。2次車の時はまだ2両編成出てなかったんでね、このパンタグラフの配置では2両編成からできませんからね。あと大きな違いとして、側面、これ2次車4両のうちの先頭車で、こっちが6次車4両セットの先頭車で、あとこれ今回購入したやつなんですけど、こことここはまあ実車の資料としてはほぼ一緒なんでしょうね。一方でここだけ違くて、まず機器配置が全然違うよな。側面大きな違いとして、この白い不自然な帯の跡みたいなのがね、2次車だけあるんですよね。他の2両ないんですよ。これ実はですね、二次車はデビューした時は現在のカラーではなくてですね、緑色のカラーリングをしてたその後なんですよ。今の帯はなくて、代わりにここに緑の帯が入ってて、それを剥がした跡がね、今でも残ってるんですよ。マイクロレスさんでは帯が緑色だった時代の模型も発売されてるようなので、まあ興味がある人はぜひ探してもらえればと思います。私は緑帯の時代、南海電車がこの色じゃなかった時代知らないんで、あんまり触手が伸びないんですよ。2015年頃にサザンが復刻塗装してて、緑の色に戻ってた時は乗りに行ったんですけど、結構かっこよかったですけどね。それ以外で緑の帯しかなかった時代っていうのは私は知らないんで、ちょっと模型としては触手は伸びないです。続きまして、今並べておりますのは6次車4両セットの難波寄りの先頭車と、今回購入した製品の難波寄りの先頭車。実車としては同じ6次車同士で仕様は全く同じはずなんですけど、模型に仕様の違いがあります。帯の色がね、全然違うんですよ。これ以前の製品の方が、今回の製品に比べて帯がちょっと濃いんですよね。オレンジの帯の方も結構違う気がするんですよね。今回の製品の方が帯の再現性はかなり高くなっていると思います。というか、南海の通勤型車両の商品って、まあマイクロエースか、あとテスコレからしか出てないんですけど、どれも帯の色ね、めちゃくちゃ薄すぎたり逆に濃すぎたり、なかなか絶妙にいい色っていう商品が今までなかった気がするんですよね。今回のこの商品の帯の色、実際の車両の感じに近いんじゃないかなって思いますね。いいっすよね、これ。素晴らしいと思います。パンタグラフも以前のマイクロエース製品はもうふにゃふにゃで非常に壊れやすかったんですけど、だいぶね丈夫に、まあ、壊れにくく
なったように感じます。ちょっと固めです。固めぐらいがね、逆にまあいいんじゃないかな。上司の店員さんとも話したんですけど、パンタグラフ本当にね、マイクロ S 良くなったなって思いますね。これで、これモーター車ですね。先頭のモーター車って2000系では製品化されたの初めてだったかな。特別な構造ではないんですけど、ただスイッチがですね、他の車両と違って分解してこっち側にスイッチがある感じです。これでオンですね。これ他の車両はスイッチはここにあります。4両全部先頭車ということでね、ちゃんと全部の車両ライトが搭載されてて、しかもオンオフスイッチがあって、点灯消灯両方ねできるようになっております。実車に合わせて 2038F と 2040F でヘッドライトの色味が異なっております。奥側の線路に置いた 2038F は電球色黄色っぽい色になっているのに対して、手前側の線路に置いた 2040F は白色のライトになっています。実車では電球から白色 LED へとライトの更新が進んでおります。標識灯やテールライトについては違いはございません。最後にですね、今回買った2両編成と以前発売された4両編成を並結しようと思っている方に注意点でございます。両方モーター車が入っている場合、動力強調が難しいかもしれません。以前の製品と今回の製品ではモーターの性能が若干異なっていて、走り出す時の電圧とか違ってたりするんで、動力強調がうまくいかないかもしれない。なので、その場合は車輪を交換してあげる必要があります。私はマイクロエースの車両から取り外した使えない車輪をストックしてあって、それを使ってトラクションを撤去する工事をしました。この4両編成の方のモーター車トラクションがなくなっているっていうのはお分かりいただけるかと思います。このようにすることで並結させても問題なく走るようになります。今回の模型の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価お待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。